皆さんこんにちは、ケンです。本日はカーボンドライジャパンから発売された GRX 用の V3 プラスのビッグプーリーを紹介したいと思います。今までデュラエースアルテグラ105とかはすでに何種類も出てたビッグプーリーなんですけども、今回ようやく GRX 対応のビッグプーリーが出ました。これがねメディアで発表された時に、私その翌日にすぐにカーボンドライジャパンさんに直接行きまして、初めて行ったんですけど、まあそこで社長さんから開発秘話だったりとか今回のビッグプーリーの性能だったりを聞いて購入を決めました。はい、じゃん、木箱に入ってます。さあオープン、出してきますね。めちゃくちゃ軽いです。はい、こんな感じ。これ分かるかな、今光に反射してるんですけど、本来マット調のカーボン柄なんですけど、プラス料金を支払ってグリーン色にしていただきました。まあレッドとかはよく見るんですけど、グリーン珍しいかなと思って、しかもグラベルっぽいじゃないですか、グリーンって。なんでグリーン色にしました。このビッグプーリーを買うにあたって2つ選択しなければいけないことがあります。まずは色ですね。今言ったようにノーマルのマット調にするか、プラス料金でレッド、イエロー、ブルー、グリーンっていった、まあ、カラーオーダーをするか。カラーオーダーにした場合は、まあ、1週間程度の納期がプラスになってきます。で、次に選ぶのがこのベアリングですね。この回転性能をどうするかっていうとこも考えなくてはいけません。私はノーマルにしたんですけども、フルセラミックのバージョンもあります。フルセラミックのやつだとプラス9900円だったと思います。なぜノーマルにしたかっていう話なんですけど、カーボンドライジャパーサーで実際にこの製品のフルセラミックとこの今ノーマルとの比較動画がありますんで見てほしいんですけど、フルセラミックって確かに回るんですけど、ちょっと手入れが手間がかかるっていうことと、フルセラミックがいいっていう人は舗装路たくさん走る方、巡航する方はすごいと思います。常に回り続けますからフルセラミックの方がいいと思います。グラベルシーンで踏み込むシーンとか、まあ、ゆっくり走ったり速く走ったりっていう波がありますので、グラベルライドメインの私にとっては、まあ、フルセラミックまでは必要ないかなっていうことでこっちにしました。で、製品の特徴なんですけど、これが外側ですね。ここにリアディレイラーついて、これ外側に出てる分っていうのは、こういう風に抜き抜き加工がされていて泥はけを良くしてます。で、裏を見るとこういう風に全面が肉に加工されてないんですけど、これはホイール側に泥を飛ばさないようにっていうことでこのような設計になっているらしいです。この GRX のビッグプーリーの開発費は聞いてきたんですけども、シクロクロスの選手の方とかが、まあ、開発に携わってたりもしてまして、実際のシクロクロスのレースでも全然問題なく使えたっていうことでしたし、あとはグラベルレースですね、大滝とかでも使えたっていうことで、まあ、それをね実際聞いてじゃあ買おうかっていうなったわけですね。で、私の場合はメディアの情報だけだとなかなか買うってまで至らないんですけども、聞いた上で自分で納得して今回こちらのビッグプーリー投資しました。対応機種っていうのがありまして、 GRX812 と817ってやつです。 GRX812 ですね、今 3T についてるフロントシングル用のやつですね。 42T まで対応している機械式のディレイラーですね。で、817っていうのがこちらもフロントシングル用のリアディレイラーになるんですけども、それの DI2 バージョンですね。ただ一応今付属で付いてきた説明書にはフロントダブルも可能とは書かれていますね。ただ812と817って確かフロントシングル用の GRX なので、どうするのかなっていうのはちょっとあれなんですけど、その文章ですね、フロントダブルも可能ですっていう風に書いております。スプロケットは最小が34で最大が42です。本来であればカーボンドライジャパンにリアディレイラーを送ってこれをつけてもらうっていうのが一番いい方法なんですけど、まあ、せっかくなんでね、私自分でリアディレイラーばらしてつけてみたいと思います。じゃあまずはね、組み付けからやっていきましょう。
今日は2月の27日になっております。この20日間ですね、まあ2日ぐらい乗る機会ができまして、グラベルライドとか普通に舗装路走るだけのライドもしてきました。で、まあ、使った感想はまあよく言われてるように、ローがね、特にロー側が同じ坂とかを体験した時に本当にまだ余裕だなっていうぐらいですね。今までね、あのビッグプーリーを使ってこなかったっていうのは、プーリーを変えるぐらいだったら、まあ、ホイールに投資したりタイヤに投資したりとか、より地面に接するところをですね、変えた方が軽くなったりとかするかなっていうところで、今そっち側にばっかり目向けてたんですけど、まあ、本当にねビッグプーリー装着することによってギア1枚分ぐらい、軽くなるっていうのは間違いないと思います。最後にね、アドバイスとしてはなんですけど、ショップ選びっていうのは重要になってくるかなと思います。私は本業なんでメカニック的なところは自分でやれるんですけども、まあお店にもいろいろ特色っていうのは各店によってありますから、ビッグプーリー扱ったことないけどお願いするっていうのは危険じゃないかなと思います。何が言いたいかっていうと、まあ心配な人はカーボンドライジャパンさんにもお願いするのが一番いいです。もしくは、本当にカーボンドライジャパンさんのビッグプーリーを取り扱ったことがある、実績があるとかね、結構ビッグプーリーに詳しい方にやってもらうのが一番いいと思います。組み付けミスや調整ミスがあると、まあ、リアディレイラーごとぶっ飛ぶ。で、下手したら、まあ、ホイールもぐちゃぐちゃになったりとかする可能性がある、何回も言って申し訳ないんですけど、結構難易度が高い、作業かな。あとは、それなりの知識、経験がないと結論が出せないと言いますか、っていうとこじゃないかなって私は思うんですよね、このビッグプーリーカスタムっていうのはなかなか投資もしづらいですし、試乗者としてあったとしても自分のバイクにつけないとわからないので、まあ、少しでも私の動画見てね、参考になればなと思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。